コラボできないパターンな気がする。なんかそんな気がしてきた。コラボ配信機能オンとかあるの？コラボ配信機能オン。あ、これじゃない？確かに。コラボ配信機能がオフになってる。それだ、きっと。ちょっと今分かりやすいやつ、分かりやすい資料を送りました。お、オンにした。来た？いけるかもしれない。ユナッツの初コラボ。来るか来るか。アップル加藤さん、カモン。アップル加藤さん。ちょっと待って、一回切りますね、私が。ちょっと一旦切ります。これでてる。お、来た。むずやっとやっとコラボできた。すいません。来たー。お待たせしました。マジでコラボ機能オフにしてた。初めてすぎてやば、何が何だか分かんなくて。だって全然いないんだもん、メンバーのさ、なんかコラボするメンバーみたいなとこに。やったことないんだもん。やば、お待たせしました。すいませんね。アップル加藤さん、ヤッホー。後ろにいる。え、なっち今日それかぶんないの？今日はアップル加藤じゃないので、すいません。そうなの？はい。なんで？てかすごいね、コラボってこういう感じなんだね。なるほど。そうだよ、かわいいね。初めてやった。元気？久しぶりだね。ね、マジで会ってないよね。マジで会ってない。かわいいですね、今日も。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ファンとのコラボ配信。ありがとうございます。え、なんかさ、アップルかと私、17ライブ、え、17ライブ？うん。なんかアップルかとの直後だったの、自分の出番が。ああ、はいはい。で、普通にルーム入ってて、うん。普通に笑った。普通にさ、見えるもんね、前の人の。なんかこんなリンゴは嫌だみたいな。そうだよ、アップル加藤の。やってほしい。やってくんないの今。本日はあやなの前ではちょっともったいない。もったいない。もったいない。もったいないか。うん、アップル加藤大切な時にしか出ないのか。そうです。めっちゃ面白い。なんか一人で笑っちゃったな、待機中。ありがとう。何してるのってな。一瞬頭おかしくなったよね。あれ自分で考えたの、あれ。そうだよ。逆に誰か考えてほしいよ。スタッフさんとかが考えたのかと思った。違うよ。そうです。安売りしないからさ。アップルかと安売りしてくんないの？申し訳ない。そう、あとなんか断捨離したみたいな。あ、そうそう、断捨離したのにリンゴのかぶり物は残ってたんですねみたいな。
なんかに使えるかなって思って。めっちゃ面白かった。そう、残しといたのよ。暗いね、私。いいか。確かに、美肌機能を使ってる？なんか多分、電気の問題だと。大丈夫だよ、かわいいから。まあ、いいか。うん。かわいい、今日も。ありがとうございます。かわいいね、ルナッチ。ありがとうございます。ルナッチ、メイクバッチリ。確かに、メイクバッチリだね。そうですね、ちゃんと。ちゃんとメイクしてる。メイクしてない？すっぴん？コンシーラーだけだった。変わんないですね、そんな。ほんと？多分、美肌機能使ってるから。うん、今時はいいね、いろんな機能があって。そう、ほんとにそう。ちょっとこっちの方が分かる。すぐオンラインお話し会するのやめてよって。だってやっぱりオンラインお話し会のツーショットだねって言われて。ファンやん、ただの。確かにオンラインお話し会の写真撮るときってこんな感じだよ、ね。あ、確かに。ありがとうございます。はぁ、かわいい、ね。なんてかわいい。お時間でーす。ありがとうございます。早いよファンと塩対応アイドルのオンラインお話し会。塩対応じゃないよ、私は。神対応でやってるよ。本当は神対応ですよね。はい、いつも。私には塩、塩巻かれてます、いつも。そうです。ひどい。なんでこんなに好きなのに。片思いだね、かわいそうに。断捨離したんでしょ？そうだよ。お下がりは？え、マジで取りに来て。行くね。いらないバッグとかもめっちゃあるんだけど。嘘、取りに行く、うん、マジで来てほしい。来て捨ててないの？まだ断捨離って捨てた？まとめただけ？洋服はね、捨てちゃったんだよね。バッグはまだね、残ってるから、もし欲しかったら行くわ、家ぜひ。うん、本当に行くよ。本当に来そうで怖。なんでよ。これ本当に行っていい流れじゃないの？本当に来そうで怖いわ。なんで行っちゃダメなの？行く気満々だけど。いいよ、来て、いいよ。行くよ。どうぞどうぞ。来月行くわ。結構先だね、よかった。今月はちょっと、もう、あと8日しか、1週間ぐらいしかないからね。やばいね、もうさ。え？やばいよ。もう10月ってこと？私、レナッチの誕生日結局お祝いしてない、今年。え、確かになんかさ、やる気満々でさ。え、そう。話してたよね。誰呼ぶとか言ってやってたよね。言ってた。悲しい。なんか一気に仕事でも会えなくなったしね。公演ないのがあれよね。 A 公演でめっちゃ会ってたけどさ、うん、A 公演ほぼほぼ私出てたからな。確かにフル出演だったもんね。2人公演だもんね今ね。出る予定あるのって聞こうと思ったけど、会っても答えられないから確かに。でも言っとくね、あのありません。申し訳ないです。私もないです。じゃあ2人で出る？本当に無理。なんか本当にあやなんだけど、本当に無理っていうの？なんか安心感がないから無理。つらい。安心感ないからちょっと無理だ。2人で頑張ろうよ一緒に。いや、なんかそういう気持ちにもなれないから無理。ひどい。ひどくないですか？そういう気持ちにもなれない。やっぱ大事じゃん。二人ってさ、お互い頑張ろうって気持ちがあったら、あって。私はなれるよ。ね、私なれないのよ。なんで？私はもうレナッチと出れるならもう毎日ボイトレ通って。いや。死ぬ気で頑張るよ。ちょっとやっぱ歌もそんなだし、ダンスもそんななので。ちょっとあんまり。私結構人に頼って生きていくタイプなんで。なるほどね。わかります、はい。それはちょっとわかります。一緒だと思うんですけど。断られました、すいません。悲しい。その出る相手いない、いない、本当いないわ。わかる、本当にね。A 公演やんないのかな、先生相手でもいいから、ね、確かにやりたい。全然メンバーに会ってないんだよね、本当に。私もだよ、本当に会ってない。何してる最近？え、何してるんだろう。え、何してるんだろう。何してるんだろう。何してるかな。私は本当に何もしてない。最近でも筋トレよくしてるよ。え、偉い。細いのに。筋トレしてきた。偉いね。
あ、競輪、あと競輪番組やってるね。ギャンブル。ああ、ツイッターで見る。競輪とか。何してる？最近は、そんなにもしてないね。何もしてないよね。うん。なんか何してるのって言われると、何してるんだろうってなっちゃう。グループの仕事は本当に、なさないって言っていいのかわからないけど。そう、私もそうです。アベマのお菓子ごっそり持って帰ってましたねって言われてるよ。なんかアベマの番組って差し入れがいっぱいあって。ねなんか一人だから楽屋も。うん、もう私用のお菓子と私用のお弁当とみたいな。ああ、なるほどね。だから、そのお菓子、ハッピーセットみたいなお菓子がいっぱい入ってるカゴを、うん、バッてバッグに入れて。変わらずですね、本当に。なんて相変わらずですね。相変わらずですねって言った、はい、もう、美味しそうなお菓子がいっぱいあったんだもん。なんかさ、この間のさ、配信でさ、17?17 ライブのでさ、お金めっちゃ貯めてそうな人、アンケートさ、ああ、はいはいはい。私、あやなん書いたよ。嘘。うん、ケチだから、お金めっちゃ貯めてそう。なんで書いた。私もレナッチの名前書いたよ、どっかで。なんだろう。普通に、なんだっけ、なんか結婚したい人みたいなあったっけ？ないないない。じゃあ多分いい嫁になりそうな人。ああ、それはあった。いい嫁。そこで、レナッチの名前書いて、理由ただただ可愛いからって書いた。いや、それいい嫁っていうのか。もう可愛いからって書いた。ありがとう。私は、あや、なんて書いてよ、お金貯めてる人。いい嫁の方じゃないの？うん、違う。待って、でもあやなは収入が少ないですからって。なんで私の収入知ってるんですか？知ってる人いるの？みんな、そんな公表してんの？私の収入いくらですって。やばい、公表してないつもりなんですけど。おもろ。つら。私、ゆきにさんって書いたな。1位だったよね。うん。そもそも収入が多そうなのでって。それはそう、確かに。公表されてないのになんで私が低収入って。なんで？確かに。なんで知ってるの？なんで知ってるのはダメだよ。本当。ダメだよ、あれだって。違うか。それはダメだよ。私も知らないので、人の収入は。ああ、つらい。つらい、つらい。収入の話ね。みんなの何分の1しかないって言うじゃん、確かに。ああ、そうなんだ。なあちゃんの10分の1ぐらいかなって。ああ、かわいそう。涙が出てくるよ。でも、もっとかな？ 20 分の1ぐらいかな。やば。リアル、リアル。でも、確かに。30分の1ぐらいですよ、多分。でもさ、ほんとメンバーってさ、みんな知らないよね。知らない、知らん、うん、知らない。だからさ、もはや平均とかも知らなくない？結構私聞いちゃう。うわ、最低。同期とか。ああ、同期とか。割と知ってるかも。いや、私聞かないよ。まあ、聞かないよね、普通。まあ、普通はね、気使うよね。そうですよね。支えなきゃだって。支えてください。あやなくらいじゃない？みんなの知ってるの確かに。あやなに同情して涙が出てくるって。やば。涙が出てくる、やばい。聞いたらあかんよ、だって。何が？収入？そうだよ。ごめんなさい。そんな、会っていきなりそんな話しませんよ。それはやばいよ。おはようの前にさ。久々、ね、収入いくら？収入いくら？やばいだろ。それはやばい。カトレナじゃん、急に。やべえやつですね。
でもさ、一回さ、一緒にさ、どっか帰り歩いた時にさ、めっちゃポイントの話してたよね。した。なんかさ、なんでこれに入ってないの、もったいないよみたいなさ、めっちゃさ、あれです、ウェルシアの話ね。そうそうそう、ウェルシアの話、私よくショールームでしてるんだけど、そうそうそう、めっちゃ勧められた記憶あるもん。そう、 Tポイント持ってないんだもんね。だって持ってない、持ってない。てかポイントカードとか持ってんの？なんかカフェとかは持ってる。あーね、おしゃれ。何それ。何それ、豆もらえるみたいな感じ。一杯無料みたいな。あーね、おしゃれ。難しいポイントはちょっと無理。なるほどね。もう私いろんなポイント貯めちゃう。貯めれないし忘れちゃう。あー、え、ポイントが貯まってることがもうだし、持ってるかなと期限切れちゃったらもうやる気なくなったりする。それはでもちょっとわかるわ。あと今アプリめっちゃ多くない？確かに、ポイントカード全部モバイル、ね、なってるよね、うん、T ポイントもモバイル T ポイントあるよ。知ってます。知ってます。それもなんか期限切れたからなんか一回諦めました。なんかさ、昔はツタヤとかでめっちゃ借りてたけどさ、あー確かに、もう今あんま外出ないし、ネットフリックスとかでもどうにかなっちゃってさ。わかる。なんかネットフリックスとかアマプラが充実しすぎてね、あんまりツタヤ行かなくなっちゃった。そうなのよ。わかります。確かにポイント貯めるために散財してそう。確かにそうね。もう意味ないよね、それ。何が？ポイントめっちゃポイントつくからって日に爆買いして、あ、結局どっちがいいのか分かんな い。確かにむずいんだよね、ポイント。確かに。あ、携帯でそのままでアプリ登録したら割引みたいの あるよね。それはやる。そういうの、うん、私もやるわ。で結果忘れる、そのポイント。え、そう、なんかそう、競輪やってるって言ったじゃん。うん、なんかその貯めたポイント T ポイントと連携できて、で貯めたポイントで競輪にかけちゃったのよ、うん、はいはいはい。でなんかその前日にめっちゃ当たって、うん、調子乗ってたわけ。私今日も頭当てられるわみたいな。普通にそれは自分で貯めた T ポイントのやつをってこと？そう、なんかその当たった日は仕事の日だったから、うん、ポイントはまあ普通に仕事のポイントなんだけど、あ、はいはい、増やせたのね。うんうんうん。でその次の日プライベートで普通に家で、うん、昨日めっちゃ当たったから、でそのレースと同じ会場の2日目だったの、うんうんうん、昨日の流れで今日いけるなこれと思って、うん、かけたらもう全部外れて最悪じゃん。なんかもうちょこ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 全部、なんか何レースかやったんだけど全部外れちゃって、うん、えー、つらつらかった普通に。あ、もうもうウルシアにしか T ポイント使わないって決めた。いやそこじゃない、多分みんな思うこと。もうウルシアしか、もうウルシア裏切らない。みんなそう思わない。ショックでした、本当に。楽しい？競輪。楽しいよ。楽しそう。勉強すれば。面白い。でもやっぱ負けると悲しい。ナッチにお城とタワー来てるよって教えてあげてください、だって。あ、え、これ何？どういうこと？こっちはこっちなの？そう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 、別なの。そうなのね。うん、じっちゃん、じっちゃんと、え、待って、じっちゃんだけかな。お城とタワー、タワーがもう見当たらない。誰か教えてくれ。コメントもじゃ別ってこと？コメントも別。おー、なるほど。コメント欄の横にギフトを投げた、はい、なんか欄みたいなのあるから、うん、え、そっち見ると書いてあるはず。横に欄とかない。あるあ、ありますよ。なんか、ないない、なんか丸いポチが4つ並んでない？並んでる。あ、待って、タワーはひでちゃんと、ひでちゃんとじっちゃんかな。ありがとうございます。ですごい、合ってる合ってる。で、コメントに戻ります。コメントで、え、コメント欄でしょ？そう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 。コメントしか出てこないよ。いいんだよ。
え、このコメントでも私しか見えてないってこと？そう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 。そっちはそっちのコメント見えてるってこと？そうそうそう。ああ、なるほど、なるほど。むず違うのよ。そういうことね。うん。じゃあ全然違うコメントが来てるってことね。そう。全然違うコメントが来てる。なるほど。レナちゃん、ショールームを理解してませんねってきた。でも最近よくやってない？やってる、ちょこちょこ。私なぜか、なんかなんでかわかんないけど、メンバーでレナッチだけフォローしてて。なんでわかんない。待って、まずフォローとかあんのこれ。そう、なんか通知来るのよ、配信開始すると。だから加藤レナさんが配信を始めましたみたいなツイートがピローンってきて、あ、レナッチショールームやってるわ。いや、ファンなのよそれ。ファンなのよそれ。結構よく見に行っちゃうじゃん。ああ、ありがとうございます。そう、あれは通知が来るので気づくんですよね。なんでフォローしてんのよ。レナッチが始めたって言って。ありがとうございます。そうなんです。あ、つるるさんもタワーありがとうございます。もう初めてコラボはやったので初です。やったー、初めていただき。はい、初めてです私の。やったねー。えなちゃんフォローも知らなかったので。フォローの仕方でも分かんないよね。分かんない、どうやってフォローするの。でもいいや、フォローはしないから大丈夫。確かに聞いたところで、私は毎日やるし、すごい私をフォローするみたいな前提で話しちゃってるけど、うん、いや申し訳ないけど大丈夫です。ひどい、大丈夫です。ひどいよ。毎日やってるの。毎日通知行くよ、うん、えー、すご、毎日私が配信しましたって通知が行くからフォローして。いい。あー、いやな、今日もショールーム頑張ってるなみたいな。全然いい。いらない。全然いい、全然いい。嘘だ、そんなことある？えなちゃん、うざとか言いそう。通知で。通知ね、うざはないけど。すぐ消しちゃう。LINE の通知とか来るタイプ？ LINE の通知来るタイプ？うん。LINE 通知来ないタイプって何？オフにしてるってこと？そう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 。いや、オンにする。そうなんだ。え、オフにしてるの？私オフにしてる。LINE の通知来ない。え、そ、なんかさ、大事な時にあれじゃない？うん、確かに気づかない。よく気づくね、逆に。でも結構なんか携帯見てるのは見てるのかもしれない。ああ、とはもう電話してって思っちゃう。え、一番電話が嫌いなんだけど。嘘、急用だったらもう電話。あ、まあ確かに。でも電話も鳴らないようにしてある、たまに。もうじゃあ何したらいいの。確かに休養の連絡は何したらいいの。だからなんか夜電話鳴らないように寝るの、まず。ああ、あれ、お休みモードみたいな。そう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 、お休みモードにして、ね、だから寝坊とかして電話来ても気づけないんだよね。よくないよね、うん、しかも寝坊するタイプやん。なんかそんなことないよ、イメージだけど。仕事は寝坊しない、まあ、プライベートはしちゃうかもしれないけど。最低だ。あ、森行さんもタワーありがとうございます。あ、10時だ、10時になっちゃった。ね、10時になったら何かがあるの。いや、ちょっとメールいつ送ろうかなと。えらい。これ今の写真撮るね。え、急に？うん。行きまーす。はい、チーズ。うん、うん、うん。あざ。あざっす。ちょっと一通だけメール送ります。いつでナッチの家行こうかな。いつでもどうぞ。
リナッチもメール待ってますって来てるやば。今私の携帯でねやってるからメールは送れません。あ、携帯で配信してるのか。そう、ない、端末1個しか。合鍵渡さないだろう。私に合鍵渡してくれるの？そんな合鍵は残っておりません。レナッチって免許持ってるの？持ってません。よし。何の話した？渡されてもプレッシャー。何のプレッシャー？何されても、渡されても、うん、鍵を渡されても。人の鍵持つって結構プレッシャーじゃない？でも確かに、鍵渡されるって何？何とか言って。私一回ナッツに渡してたことある。誰？ナッツ。ああね、いつでもいいよみたいな感じで渡してたけど、返してほしいタイミングがあったのよ。ああ、はいはい、はい。で、その時にすなんか言いづらくて、返してって。ああ、確かに。逆に。それは確かに。あ、スズッペさん、スズッペ、アビモチさん、タマ、ありがとうございます。ありがとう。確かに。あ、でも私も、いや、ないか。友達に。ないわ。友達に鍵渡すとかないね。まあ普通ないよね。うん。ナッチルームからちょっと移動。ありがとう。あやな、住み着きそう。ただいまーって。来そうナッチただいまーって。普通に来そうで怖い。全然いけるな、夏の家なら。うーん、さすがに鍵はちょっと緊張しちゃうけど。ピンポーンって来そう。住所教えたくないわ。なんでなんで行くよ。そうそう、来たことないって。うちに、うちに来たことないか。一回泊まり行ったことある。嘘、あるか。あるわ。あるよ。あれ、え？めっちゃ昔あるじゃん。超昔だよね、あの。超昔。作法とかと？作法と、そう。ああ。懐かしい。めっちゃ昔。行きたい、また。だからもう、お洋服をいただきに。あ、ぜひとも。行きます。それはお待ちしております。本当に来月行きます。あ、連絡していただいて。住所教えてください、ちゃんと。それはちょっと考えておきますけども。駅集合とかですか？駅集合で。ちゃんと着いた時 Google マップでここら辺こうスクショする現在地。怖い。やば、怖いよ。マンション名とかメモとか。怖いよ、全部書かれるよ。やばストーカーやん。分かれる、やばい。怖いからもう縁切るわ。ひどい、ひどいよ。縁切ったことないけど、人と初めて縁切るかもしれない。ひどいよ。ポロッと言いそう。言わないよ。言わないよ。それはさすがにやめて。本当にないよ。うん、ないよ。毎日さ、ショールームやっててさ、何の話してるの？それさ、もぎちゃんにも聞かれた。何の話してんのって。うん、疑問だってさ。え、何時ぐらいとか決まってやってるの？え、もう適当、毎日。うん、だって毎日で話すことなくない？うん、1週間に1回とかだったらさ、最近こんなのがあってみたいなのも、もはやさ、うん、毎日だったらさ、お金とポイントの話、お金の話。
なんかでもさっきの T ポイントの話とか、うん、ま、ためになる講座みたいな感じ。あ、でも本当にそんな感じ。なんかそのやっぱ通販とか安いさ、楽天スーパーセールこの間やってたの知ってます？知らないです。なんか今も楽天スーパーセールで安くても何買おうみたいな、うん、え、何買ったとか。いや、主婦なのか。なんか PP 祭りでなんか還元熱が今日はすごいよみたいな。へえ。なんか今 PP 確かすごい戻ってくる期間な気がする。やってない。ペイペイやってないの？やってない、わかんないもん。待って、その話その時もしなかった？ T ポイント なんでやってないのみたいな言われた気がする。言ったわ、なんでペイペイやってないのって、うん、やってない、やってない。やばい、金金食べ物競輪商品紹介とか言ってなんか全体的にやばい。やばい、それはやばい。確かにそんな感じ、食べ物の話も結構するけど、あ、何食べたよみたいな、うん、とか、そう、何食べるよみたいな、みたいな。確かにモナちゃんの話とか。ああ、ワンちゃんね。うん、もぐもぐ、そう、もぐもぐ配信なんか食べながらとか。あ、なるほど。ポイントとセール情報だって。確かに実際にお買い得な日に今お買い得だよって教えるから。あ、すごい。じゃあそういう情報を仕入れたいときはアイナのショールームに行ったらいいってことですね。そうとかね、あとね、積み立てニーサの話とか。やばい、口座開けなよ、もうなんか。え、なんて自分で口座開けば、こういうのどうですかみたいな。確かに、やったほうがいい。積み立てニーサの話とかしてますね。今日、あ、おかげさまで今日ルミネ行きました。そう、今ルミネ 10% オフ。何知ってるの？いや、ルミネは知ってるんですよ。知らない、私そんな。だってルミネは 10% オフ以外の時はあんまりルミネ行かないもん。いや、なんかすごい、やっぱケチですね、この方は。皆さん存じていると思いますが。何？皆さん存じていると思いますが。え、そう、なんかザラでね、うん、ザラで最近お洋服買ったんですけど。はい。40% オフだったの。すごくない？ザラで 40% って結構安くない？そう。え、ちょっと見せたい。めっちゃ可愛いから。服を見せるんかい？そう。しかもね、秋服なんだよ、ちゃんと。夏の服とかじゃなくてってこと？そう。これ、この服がね。はい。見て、この、ね。何の音？あのテレビつけたら明るくなるかなって思って。なるほどね。すいません。めっちゃ音聞こえた。見て。なんでそれは何セールですか？ね、わかんない、なんかセールの欄みたいなとこにあったの。で、めっちゃ可愛いよね。可愛い、普通に。しかも最近緑好きなんだよね。わかる。おさらちしようよ。え、いい。なんで即答なの？安いよ、これ。いい、これ、ルマッチにも似合いそうだよ。おそろっちはいい。似合いそうだよ、これ。かわいいじゃん。ちょうだい、買って。え、ちょうだい？うん。え、ちょうだい。あ、いいよ。誕生日プレゼントでいい？ザラやば。まだあげれてないからさ。嬉しい、ありがとう。え、本当に買うよ、私。うん、嬉しい。いいよ、もう。本当に？サイズ何がいい？うん、私、XS にしたんだけど、S がいい。S ぐらいかな。あ、じゃあ S 買っとくね。うん、ありがとう。買ってあげる。安くてラッキーって思ってんだろ。何？安くてラッキーって思ってるだろ。あと、お揃いで着れたら嬉しいなって思ってる。なるほどね。しかも 40% 引きのプレゼントね。うん、そう。40% 待ちしております。で、夏にじゃあ買い足します。はい。待ってます。決めました、で、夏のタンプで。40% あんま渡されたことないんです。 40% のプレゼント初めプレゼントにないです。あげよう。なんて本当にサイズ S なの？だってどっちの意味で？もっと出るだろうって。じゃあ足とかやっぱ長いから S でいいのかなって。いや、 M か S よ、私。どっちだろう。ザラ基本 M、S？ ザラってでも基本さ、
でかくない？え、そう、大きめだよね。うん、事務所に送ってくださいね。確かに1万以内だから送れるわ、これなら。あ、ぜひとも。やっぱ事務所返さないと渡せないですか？やばくない？でも篠崎あやなって書いてあった。やばい、ちゃんとファンレター入れるから。あ、嬉しい、ありがとうございます。安かったのでうなつに似合うなって思って買ったよ。お揃いだから一緒に着ようねって。あ、嬉しいです、ありがとうございます。何月何日のオンライン話会で私着るから、うなつもその日これ着てねって。あ、しかも着れるもんね、オンライン話会で。お揃いで写真撮ろう、ツーショット写真撮ろう。当たったから画面上で大丈夫ですか？なんて？画面上で大丈夫ですか？あ、うん、抽選当たったから、じゃあ画面上で。じゃあ当たってから。こんな感じがいいですポーズ。あ、ちょっと入らないので無理ですかね。すみません。、はい、入らないですか？すみません、ちょっと。これできませんか？私できてるんですけど。まあ、こんぐらいです。ちっちゃい。だいたい。ちっちゃいです。こんぐらいです差は。いや、じゃあ私も合わせますね。あ、本当ですか？ちっちゃい。ハートじゃなくなっちゃう。ハートじゃなくなっちゃう。あ、それでお願いします。ダイヤですか？ダイヤになった。はい、ちょっとハートとかすいません。ハートはできないんですか？はい、悲しい。ダイヤになりました。はい、ちょっとなかなかなくない？なかなかなくない？一回もない。確かに、じゃあ特別ですね私が。あ、すごいポジティブな捉え方でよかったです。お時間です。お時間ですって言われた。お時間です。お時間だ、剥がされちゃう。剥がします。テレビつけたの？そう、明るくない？やっぱ、うん、明るい。ちょっとだけテレビの力で。明るくなった。ダイヤでツーショットをする人増えそうだってね。今度そのポーズ増えそうってきて。意味ないけど何も。ちっちゃい。何の意味ない。押してもらえないからのダイヤ。悲しい。そう、本当は私ライト持ってるんですけど。出すのめんどくさいんでしょ。そうなの。すいません。わかる、その気持ち。仲良くなったきっかけなんですか？だって。え、なんだろう。私がもうしつこく可愛い、好きって言ってるからじゃないですか。多分チーム4の時から。でも確かにチーム4でさ、みんなあの5人ぐらいで仲良かったじゃん。そう。その辺からっぽくない？マリンちゃんとかモギちゃん、サホ、うん、サホだよね。サホ。確かにそこから。でも一回チーム離れて、うん、あんまり話さなくなっちゃった気がする。え、その次に離れたんだっけ？そう、一回 B じゃなかった？ B、 あれ、すぐ A じゃないっけ？私 K、 K、 あ、出た、私の K の記憶ない人だ。あやなんて K だったね。そう、 K、 A。 あ、じゃあその K の時私 B か。そう、 O、 B、A。確かに K だったの私。え、 K のイメージないね。だよね。うん、私も記憶あんまりないの。でもさ、あの時のチームって結構変だったよね。変だったって言い方だけどさ。意外な人がみたいな感じなかった？確かに。チーム4の時に、そう、それはそう、俺なって来た時ほんと怖い人来たと思った。最悪やん。いや、ほんとになんか最初のチーム4から、うん、その2代目のミニシティの方みたいな。あ、だって、え、どう思った逆に。え、ほんと最悪って思った。でもうそれが伝わってきましたし、本当に怖かったんですよ。もう絶対チーム4、チーム4かよって思ってくるじゃんみたいな。嫌だよみたいな感じだった。そこまでは思ってなかったけど。でもわかるよ、なんか、え、仲良くその前が A だったでしょ。いや、あれ A だっけ？B じゃない ?B か。4B、4B、A かな。あ、そうなんだ。そう。
それが怖くて、まあ、若い子にいきなりポンって入るのもなんかまあ気持ちもわからなくもないし、うん、本当に怖いなってずっと思ってました。めっちゃ言われるよそれ。てか本当に怖い人だと思ってた普通に。それもめっちゃ言われるんだけど。怖いもんだって。何が？めっちゃ優しそうじゃん。今は本当怖さのかけらないけど。うん、なんだろう、ね。めっちゃ怖かった昔。なんだろう。なんで？なんだろう。なんで？うん、なんでだろう、なんか、なんでだろう、怖いイメージってめっちゃ来てる。怖いイメージ、うん、怖かった。どうして？どうしてなんだろう。でもまあ先輩って基本みんな怖かったけど前は。でもさ、別にさ、横山さんとか怖いイメージないじゃん。ないね。何のさ、ない顔、顔じゃない？美人だから確かに。まあね、それはね、うん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 。うん、そうそうそう、美人だから。あ、アンニーさんとレナッチ、そうそう、美人だからだよ、だから結局。いや、でも多分無の顔がきついんだと思う。あとだからキリッてしてるからね、顔が強いから。うん、お強いから。何も考えてないんだけどね。怖いなって思ってます。めっちゃ言われる。話しかけづらいんだろうなって思う。うん。つらい。でも、アンニーさんもそう。私のいいところは、話しかけたら意外と話すんだな、こいつって思われるタイプだと思う。だから本当に、もう、アンニーさんとレナッチは、顔が美しい、うん、もう、クールビューティーなお二人なのに、話すと、めっちゃいいみたいな。うん。顔が好きなの、二人とも。ありがとうございます。アンレナさん、ミリアマにもじゃあ伝えておきます。あ、もう、はい、お願いします。ぜひアニーさんに会いたいんですけど。一回日本にいらっしゃいますよね。今いらっしゃいますね。会いたいわアニーさん。舞台あるんでぜひ行っていただければ。え、別に行こうよ舞台。え、本当に行ってる？本当に行ってる。え、行きたい。行こうよじゃあ。いつだろう東京公演。行く人いないなって思ってたんだよね。行きたい。行こう。でもなんか調べたら結構東京先なんだなって思った記憶が。ああ、そうかもしれない。今絶賛稽古中ですよ。見に行きたい。行こう行こう。10月、あ、でも10月、あ、そっか、10月からなんだ。東京が10月？いや、12月くらいって。そうかも、舞台は10月からで。東京が遅いってことか。うん、12月らしいです東京。12月なんだ。うん、まだまだ先だなって思うけど。いや、12月来るよね。ね、怖い。もう今年終わりじゃん。やだ、私怖いんだけど。20歳になっちゃうんだけど1月で。辛い。悲しい。なんか、あ、流れちゃった。何もしてない。12月1日から12日だって。なるほど。行こうよ。絶対行こう。まだ、あと。もう、行きますって言っとこう。早っ。この日 NG でって言っとこう。確かに。入山の舞台でやるので。行きます。あっという間に今年終わるって。いやー。しんどい。あ、12月3日、アンニーの誕生日だよ。だって、そうなの？そうだよ、1、2、3。誕生日中に舞台やってるんだね。確かに。すごい。会いたい、兄さん。行こう、会いに。うん。全然12月より前に会いたいけど。絶対稽古よ。確かに。忙しいか。でも、休みの日あるって言ってた気がする。呼んで、じゃあ、兄さんと会うとき。分かった。一回会ってたよね。あった。全然前だけど。その時は楽しかったですか？楽しかったです。だから意外とすごくいっぱいお話できた、その日も。まあ、アンニーもめっちゃ話すしね。うん。しかもなんか合いそうって言われたの、嬉しくない？何合いそうって。なんかレナッチと仲いいから気合いそうって言ってくれて。優しい。確かに。なんか分類一緒だよね。そう。で、サホに、サホには、なんか、
え、サッホーとは合わなそうみたいなことに直接言ってて、なんでですかとか言って。めっちゃ面白かった。本物。何さ、面白い。合う合わないってマジであるよね。確かに。なんか、確かに、嫌いとか苦手とかじゃなくてさ、シンプルにさ、うん、なんか同じタイプだろうな、みたいな。あるね。何さ、でまこちゃんとも仲いいよね。そうなんだ。あ、でも仲いいイメージ、確かに。あー、藤真子？うんうん。うん、確かに。やば、ちなみに合わない人誰って合わない人誰それはやばい。誰だろう、誰だろう、でも考えちゃったシンプルに。誰だろう、うん、考えちゃった。誰だろう、合わない人。なんだろう、誰だろう、わかん、でも意外とみんな仲いいよね、普通に、うん、仲いい。もっとなんか仲悪いのかと思ってた、アイドルグループって。確かに、わかる、うん、いや、名指しでさコメントしてくんのやばくない？メオさんとかキラキラさんやば、仲いいですよ、うん、この二人ならぶっちゃけてくれそう確かに流れで言いそうえ、それポロって言っちゃって2ちゃんでまとめられるやつね。そうだよ、気をつけない。怖い怖い。今ネットはいろんなね、これ撮ってる人もいるよ絶対。怖い怖い。残っちゃうから。もうすぐ2ちゃんでまとめるから。今2ちゃんとか存在するの？ 5 ちゃんか。ああ、なんか誰か言ってたな。でもあるよね、地下は。それは。書きたい放題？うん。まとめね。昔より今のメンバーが仲良しない、仲良しのイメージは確かに。昔は確かに。確かに。知らないだけでいろいろあったのかな。怖かったよね、みんな。うん、怖かった。うん、確かに昔、13期も全然仲良くなかったもん。喧嘩、めっちゃ喧嘩してたし、バチバチでした。喧嘩したことある？え、めっちゃあるよ。めっちゃ？結構ある。喧嘩してるの見てそう。いや、で、なんか、ショールームで話したんだけど、うん、なんか、13期結構バチバチだったのよ、みんなが。みんなめっちゃバチバチで、うん、なんか、板野さんのポジション私がやった時とか、もう萌えにめっちゃ嫌われてたし。うん、あー、なんで、そう前にいるんだ、みたいな。とか、もぎちゃんとも喧嘩してた。もぎちゃんめちゃめちゃ、まあ、私尖ってたのかな、もぎちゃんめっちゃ尖ってて、うん、そう喧嘩してた。意外。なんかさ、あの軽公演のさ、リセット公演でさ、うん、あれあるじゃん、ジグソーパズルみたいな曲あるじゃん。ジグソーみたいなやつ。そう、パンデルみたいな、うんうん、でこうやって目合わせるんですよ、ペアのとこと、うんうん、でもぎちゃんとペアだったんだけども、その時期も一切二人としかも結構合わせるやつだよね。そうそう、合わせるのにもうずっともうあさっての方向におもろった。懐かしい。私もそれ同じことマリアちゃんと会ったやばジグソーパズルって。ジグソーパズルじゃなくて、あ、その時はシアターの女神公演で、ね、なんかハンマーをこうやってさ、うんうんうん、やるふりがあって、フリーで3人ぐらいでこうやってなんかやるふりがあって、いつも3人みんな仲良くこうやって目合わせたけど、うん、合わせこうやってでもこっち向いてハンマーやってた。いや、めっちゃ面白いじゃん、それ。それはもうお互い笑い話として話せるやつこれやばいね。なんかもう何箇所かあった。なんか子供だったなって感じ。うん、多分私以外の人も13期いろんなところでいろんな喧嘩があった気がする。ねえ、最近集まる？最近っていうか。いや、13期やりたいねって言ってたけど結局コロナで。うん、じゃあみんな仲いいの？一回あれしたもん、リモート飲みみたいなした。え、仲良すぎない？仲いいでしょ、なんか仲いい。コロナ
で、なんかもう仕事が一切なかった時期あったじゃん。はいはいはい。その時期にも会えないし、暇だし、みんなでリモート飲みしようみたいな。仲良い。リモート飲みした。ないわ、そんなん。仲良いんですよ。本当に若いとね、喧嘩はありましたね。ありますね。だから大人になったのかな、今は。本当にそれめっちゃ杏仁と話すんだよね。嘘。なんか大人になってから話した方がおもろいよねみたいな。確かに。こうやって懐かしい話とかもさ、うんうん、ほんと子供だったねみたいな話せるし、やっぱ子供だと喧嘩しちゃうし、うん、些細なことでそうって なってたよね多分みんな。今だったら絶対なんないもん。なんない。しかもいい意味で相手にそこまで興味がなくなるじゃん。わかる。確かに。うん。干渉しすぎず程よい距離を、うん、もうよかったねって思えるぐらい心広くなるよね。なんかわかる。もう誰が出てるからとかない。え、そう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 。もう今さら昔はさ、なんかやっぱ誰かが何かに選ばれるとさ。あ、そうそう。なんであの子だけ。誰ちゃん、そう。なんであの子選ばれるのみたいな。今だったら、よかったね、おめでとうってなる。そう。ってなる、全然。大人だ。大人になった。大人だ。大人の一歩だし、あと、もう、いすぎて一緒に。確かに。もはや喜べるという。わかるわかる。仲いいんですね、それだけ。うん、いい意味で丸くなった。なりましたね。尖ってはないけど。なっち昔尖ってなかったの？尖ってないんじゃない、わかんない。普通ずっとこのまんま。いや、こんなに適当じゃなかったけどなるほどね。もうちょっと真面目にやってるけどでも別にギスギスはしてなかったとは思う。なんか同期がみんな同期だったら仲良かったかな。何のひどいえって顔した。わかんないっす。いや同期、ジュッキさんってなんか怖いっていうイメージがある、うん、私も怖かったのよ最初。あ、そうなんだ。全員に敬語で喋ってて、やばやば。で、私は加藤れなちゃんってフルネームで呼ばれ、やば、距離感すごそう。一番下だったのよ、年齢が。あ、そうなんだ。12歳とかでみんな高校生とか。いじめられてなかった？大丈夫だった？いじめはなかったけど、私はもう怖いからひたすら敬語で喋ってた。あ、なるほどね。すごいね。みんなそう、ダンスが上手かったんだよね、あと。あーね。うん、なんか。そっか、12歳で入った子供やん。そうだよ。それがもう今24歳。若いわ。それでもそれでも年下なのが辛い。もう24歳だ。やめてやめてください。え、2個下。え、どういうこと。 2個下。今年24。うわ、2個下じゃん。やばいよ、2個下は。せめて2個上で会ってほしい。なんかもうこの感じは。だって来年26？ あ、27？ 26の年で、来年は27の年。いや、前も27ぐらいに結婚したいもん。うざい初めてレナちゃんうざいって言ったの。まあ、27、28ぐらいで結婚したいもん。いや、うざいよ。来年なんだけどって思って。でもさ、昔とかはさ、25とかでさ、結婚したいとか思ってたけど。え、わかる。私だって14とかの時は23歳で結婚するものだと思ってた。なんか、その、大学普通に通って、卒業したくらいで、23歳で私は結婚するかなって思ってたの。もうそっから3年が経ちました。やめて。やめて。3年が経ちました。26歳なんだけど、どうしよう。え、どうしたらいい？どうしたらいい。やっぱり切実に言うのやめて。どうしたらいい。ちょっとやだ。でもさ、ほら、タイミングじゃん、そういうのって。え、もうなんかほんとタイミングわかんないのよ。だから訪れんだよ絶対。
そうなの？知らんけどね。だからもう本当にさ、30歳までは AKB にいようって。もう。それは。30歳。10歳は無理だな。4年後でしょ？そう。30歳はちょっとやばいよね。やばいよねとか言って、ごめんなさい、ゆきりんさん。はい、名を出したのはいけません、今。はい、あ、ごめんなさい、すいません、はい。何も言ってません。謝るのも失礼です、逆に。あ、そうですよね。はい、誰も何も言ってないので、謝らないけど。何も言いません。はい、お願いします。そこには触れないでいただいて。はい、はい、かしこまりました。同期の中で誰が最初に結婚しそうだって。え、現役現現。現、何で言いますか ?5 人。私、もぎちゃん、さんほう、ゆいり、さきちゃん。どれもなんか結婚しなそう。ほんとこの話でも13期の同期でもよく話すんだけど、うん、マジで誰も結婚しなそうだと思う。逆に辞めてる、もう卒業した人でも結婚しなそうって感じ。いや、それは全然岡田彩香とか早そうじゃない？勝手なんだけど。確かに、なんか気づいたら結婚してそう。そう、めっちゃ早そう。確かに確かに。あと誰だろう、卒業したメンバー。意外と萌えとか、そんなことないか。いやー、ないか、萌えはしなそう、わかんないけど。りょうかは？りょうかもし、なんか、しなそう。でも子供いそう。なんか想像できる、なんか。ああ、そういうことね。そう。確かに萌えまだアイドル、確かに。りょうかもそんな年なのね。確かに13期、誰が一番、とりあえず現メンバーだとしたら、でも私じゃないって思っちゃうけど、それは。確かに。そうだよね。だって、ゆいり、もぎちゃん、さっほ、さきちゃんでしょ？それはあやなんかも。永遠に、ね。さきちゃんとかだってもう。確かに、さっきはあんまり想像、でもなんか、お母さんやってそうなイメージはあるけど。ああ、それもある、確かに。だからさっきはお見合い結婚しそうっていう話をいつもしてて。勝手に。なんか、そう。なんか別に恋するとかじゃなくて、もう急に、うん、あ、お見合いしようみたいになって、うん。一人目のお見合いでトントン行っても3ヶ月後に結婚みたいなのありそう。いいじゃんね、それでも。うん。っていう話をいつもするの。確かに確かに。で、さっほは多分一生独身ないよ。失礼だな。一生独身、多分そのうち AKB 卒業したらもう海外とかに住み出して、うん、ああ一人でフランス行っちゃう感じね。そう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 。絶対行っちゃうのよ一人で。でもちょっと想像つく、それ一人で楽しんでそう。自由に生きて、そうそう、もうほんと趣味が充実してる、うん、なんか趣味めっちゃあるイメージあるし。もぎちゃんはどうなんだろう。もぎちゃんもでもなんか母やってる感じの想像つくけど、あ、旦那とかの想像つかない。なんかわかる、お母さんの姿想像できても旦那と同居してる姿想像つかない。なんか人と住めるのかな、もぎちゃん。失礼、それも失礼。なんかすごいさ、もぎちゃんって優しくてさ、気にしいじゃん。うん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 、めっちゃ気使うからさ、もう旦那いたらめっちゃ疲れてそう、夜。確かに。めっちゃ愚痴言ってそう。言ってそう。もう、すごそう。なんか結婚した後の同期会で、うん、マジでさ、マジで旦那がさ、言ってそう、言ってそう。言ってそうすぎておもろい。確かに。ゆいりとかも。りんごちゃんは、ママのイメージももはやつかない、なんか私は。つかない。嫁のイメージもつかない。ない。まあでも女の子いそうみたいな感じはあるけど。子供？うん。子供いるイメージ、ゆいちゃんが子供育ててるイメージないな。まあ確かに。ゆい嫁感ないのなくない？ない。ないよね、うん、なんか。なんだろう。なんか一生、なんて言えばいいの？なんて言えばいいんだろうね、ゆいりって。もう私からしたら可愛い、なんか妹っていう、もうシルエット。あー、キャラクターみたいな、ゆいちゃんのマスコット的キャラみたいな。私からしたらね。
わかる、でもそれは。追いつけたいもん、チェーンみたいな声で。確かに。かわいい、リコちゃん。超わかる、それは。かわいい。確かに、結婚してる姿とか想像できないよね。うん。つかない。チェーンつけたい。確かにわかるわ。キャラクター感ある、私の中で。それもわかる。って考えたら、あやなんじゃない、現役だと。うん、私だと思う。めっちゃあるもん。嫁感。あるよね、こんなポイントとか、うん、ポイント貯めたりとかセールの日とか確かにセールの日も、うん、確かにって思うけどさ、何も予兆がないから悲しいそうなんよ、だから自分が一番ありそうだなと思いつつも、うん、ないのを知ってるから自分が一番よく、うん、それはそう。っていうのあるし。ないのよ、本当に。予兆あったとしても言えないだろうって。今あったらおかしいだろ、間違いない。それはそうなのよ。それはそうなんですけど。いつかさ、王子様が来てくれるよ、私たちにも。ねえ、白馬に乗って迎えに来てくれるかな。うん、来てくれるよ。うまっ。じゃあとりあえず馬に乗ってきていただいて、旦那の小遣い厳しそう、確かにそんなことない、 まあ、それはもう旦那さんがいくらのかによるけど、まあ絶対厳しいよなんかわかんない、だってわかんないじゃん、これでやりくりしてって言って渡して、まあ、旦那がちょっと足りなくなったんだけどとか言ったら、何に無駄遣いしたのみたいな。いいそうそれは言うかも。いいそうすぎて。え、とかなんで足りないのもう旦那が見えた、今。旦那が見えた。旦那が見えた、もう。旦那が見えた。困ってる旦那が見えた。いやー、そうよ。何に使って足りないかによる。あ、理由を言えと。そう、理由を。ね、なんか明細にしてって。明細厳しいです。何使ったか教えてって言って。こんな可愛くないですよ。多分何使ったか教えてっていうテンションですよ。こんな可愛く言わない？うん。何使ったのみたいな。怖い怖い、そう。そうなる。ポイントカード忘れて買い物した時も怖そう。それはそう。ポイントカード持ってってって言ってるじゃんって言えそう、それうちのママがいつも言ってるもうママ遺伝やん、お父さんが結構忘れちゃうのよ、絶対私はポイントカードさ、なんで持ってかないの、いや持ってかないじゃんって、でも見る、言うわそれ絶対、ごめん言うわそれは、セールの日に行けって言いそう、そしてなんで今日買ったの、明日も安いのにもったいないよ、言いそうでも言いそうじゃなくて絶対言うんだよね、言うのね、もう確実のあれね、絶対言う、もうヤフーショッピングは絶対日曜日しか買っちゃダメみたいな、うわー日曜日で一緒に行くんでしょそう今日は買い出しの日だから行くよって言って連れ出すんだ、そうそうそう、安いポイントが安い日は今日だよって言って、怖い、めんどくさそうでもあやなみたいな方がうまくいくって言ってるよ。でしょ、やっぱ確かに貯金はするからね、いい嫁感はあるよでも1時間やってるよね、え嘘、本当だ、早くない、早っ、えもう11時になるやん、早いんだけど、楽しかったね、早い、あっという間、早い、あっという間、体感20分くらいだった、だって確かに、え、それはやばいよ、体感私もそんぐらいって言おうとしたのにいや私言われなかったら全然気づかなかったんだけど、1時間経ったって、1時間経ってますよ、あ、でも、あれか、でも繋がったのこんぐらい、でもこんぐらいか、1時間経ってるわ、うん、ちょうど1時間ぐらい、え、早い、もう終わっちゃうの、まだやれよってことですか別にいいですけど何時までやる、じゃあ決める時間、確かに
何時までやる？何時までやる？ショールーム先生。何時まで？0時まではちょっとあれだな。それはやばいね。23時じゃ、霧のいいところで。OK。15分。そうしましょう。そうしましょう。いつも1時間ぐらい？1時間、40分とかの日も多い。30分、40分とか。1時間、確かに1時間やる日は。あ、今 AKB が CM に出てたよ。何？ ABC マート？ ABC マートじゃない？あのライブのやつ。ABC マートの CM のさ、みんなめっちゃ可愛くなかった？ね、可愛かった。ね。見た。あれってウェブ CM？ ウェブだけ？ウェブなのかな？可愛かった。ニューバランス可愛いってなった。ね、みんな似合ってた衣装が。うん。あ、ワンセブン。ワンセブンの CM だって。ウェブ限定らしいですよ。なるほど。あれからお店に行くと流れるやつか。ああ、そういう感じか。みんな何でも知ってるね。え、ネモハモ、てかネモハモ踊れる？踊れないよ。え、一回もやってないです。はい。え、同じ。やってるのみんな。かと思った。え、なんかやってる人いるっぽいよ。え、なんで？何用で？わかんない。怖い。え、怖いよね。だから、え、なんかみんな始めてる、え、え、ってなってて、私は。本当に私だけはぶられてるのかと思って。だとしたら私もはぶられてる。仲間いた。やってない、やってない。チーム K のメンバーとかもほぼ踊れるみたいに聞いたんだけど。え？なんで？なんか K から攻めてるのかな。ええー。わかんない。いつ来るんだろう、私たち。え、でもマナカやってるってよ。え、でもあれじゃない？それは若手のコンサート？あー、中止になっちゃったやつ。なるほどね。そっか、もうそこで披露できたのか。茂木さんもレッスンしたらしい。え、茂木さん自主的にやりたいですって言ったのかな。てか自主性なの、この振り入れは。え、そういう感じなの？わかんない。しかも何もさ、連絡来てないじゃん。なんか来てない。自主性なら自主性ってさ、来そうじゃない？普通に。そうだよね。うん。しーちゃんもやってた。もぎちゃんはユーナーも読んで YouTube でも撮ったんじゃないかって予想。あ、なるほどね。すごい、みんなの予想も。確かに。大家さんもゆきにさんのレッスン付き合ってた。なるほどね。ずっと踊れないわ。さっきでもあの、簡単バージョンの TikTok を撮ってた。え、えらい。教えて、今。いいよ。うん。てれれれ、イェーイ、てれれれ、イェーイ、イェーイ、てれれれ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 、てれ終わったんだけど、ゲッツってやって終わった。なんだっけ、思い出す。こういうのじゃない？あ、それそれ。テレレテレレレテレ。私が話す方？どっちでもいい。テレレテレレレレレテレレレレレテレレレテレレテレレテレレ。ねえ、全然ダメじゃん。見たら覚えられるって簡単だもん。それはさ、私も覚えようというか見ててさ、うん、全然覚えらんないなって思いながら見てた。嘘、なんか簡単じゃなかったな。え、もう撮ったの？撮ったよ、さっき。えら。でもちゃんとゆっくりで撮った。え、それって一人でもこういう風にやるの？なんか変えるの？私こうやってやってみた。ああね。なるほどね。ああ、手伸ばすやつ、そうだ。はい。
あ、これか。これだ。え、ちょっとマジ覚えたい、今。覚えた、覚えた。いくよ。はい、あ、一人バージョン教えて。私が勝手に一人バージョンとして踊っただけだよ、これ。あ、オッケーオッケー。なんだっけ、最初。デイ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 ドゥ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 、これあった？あった気がする。いや、あったっけ。ドゥでも、あ、違う、こうかも。ドゥルルルドゥルドゥンさん、こう？で、あ、そうだね。合ってる。合ってる。覚えた？せーの。はい。イエーイ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 。てれてれて、あ、てれてれて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 、あ、いけたいけた。私もこれじゃあ明日撮ろう。ぜひ。ねえ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 、わかる。私も全然更新できてない。いつ以来だろう。あの、まだポケットからキュンですが流行ってた2020年11月ぶり。ほぼ1年ぶりですね。最近 TikTok のライブ配信見るのにハマってんだよね。生配信ってこと？そう。でも加藤玲奈で見るとちょっと足跡ついちゃって恥ずかしいから。え、足跡つくの？なんかさ、誰々入りましたみたいなさ、インスタライブみたいな感じでさ、そうなんだ。見るアカウントわざわざ作って、そのライブのライブをね見てる。 TikTok って一回見出すと本当さ止まんなくなるから怖いよね。わかる。いや、ずっとおすすめしてくれる一生見ちゃうんだけど。そう、一生面白いからさなんか、かる、おすすめのセンスってなる。わかるわかる、めっちゃ。ちょっとライブも面白いから見てほしい、ぜひ。え、なになに、誰の？誰とかない。いろん、それもなんか出てくるのよ、ずっと。なんかもう、いろんな人が、やってて、めっちゃおもろいの、なんか。見よう。ぜひ。全部見ちゃう。なんかさ、子供の TikTok めっちゃ可愛くない？うん。今ちょうどおすすめで流れてきたんですけど、このサクトック。あ、大好き。かわいいよね。サクトック。サクワーみたいな。博多弁でしょ？そう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 。なんとかとみたいな子だよね。そう。かわいい。サクトック、本当にサクトック様。サクトックかわいいよね。見ちゃう。あとあの子も面白い、あの女の子の、わかる？ポルポルちゃん。そう。マジで好き。天才だな。ポルポルちゃんもいて。本当に天才。子供って可愛いよね。
もう忘れちゃった。いや、早くない？あとでもう一回見よう。この後がもう思い出せない。あ、これね。あ、伸ばすのね。全然覚えらんない。やばい。はい、はい、覚えられませんね。なんかもうさらに振り入れ遅くなったかもしれない。わかる。なんか覚えることやってなさすぎてさ。そう、やっぱ定期的に振りを覚えてないとね、忘れるよね。忘れちゃうやり方。やっぱりペア公演無理だね、だって。確かにこれでこんなに苦戦してたらやばい。こんな苦戦して。でもさ、今のさ、はい、若い子ってさ、めっちゃ早くない？ TikTok の振り覚えるの。いや、本当にそう思う。なんかみんなさ、わかる？早い。公演の時とかみんな撮ってるじゃん。ね。ねえねえ、これ撮ろうよ、いいよ。え、これこういう振りなんだけど、あ、OK！ OK！ こんな感じで OK！ みたいな感じで。できない、できない。すごいよね。無理無理。本当に覚えられない。TikTok のダンスって全部。わかる。私のもう記憶力の問題絶対。なんか前真ん中に教えてもらいながらやった時も覚えられなさすぎて普通に諦めた。それ後ろに見てた気がする。そうだったっけ。A 公演の時でしょ。そう、おばさん一人混じって頑張ってましたよ。無理でした。混じろうかと思ったけど無理でした。早いよねみんな。すごい本当に。普段から見てるからじゃないって若い子は。確かにね。あ、普通に、あ、分かるんだろうね、見て。確かに。この曲のダンス最近私もよく見てたみたいな感じか。難しいよ。すごい本当に。あと TikTok は本当流行の流れるスピードが速すぎて。うん。もうこれないじゃんとかあるよね、おすすめ見てて。ポケットかな、キュンです。あ、古いです絶対もう。キュンですみたいなやつ、それ結構前に私やりました確か。ここで止まってます。あとあれも最近よく見る、ここ内観中だからみたいな。あやってそう。似合いそう。見た見た。似合いそう。似合いそうも何。違った。ちょっと違ったな。うん。え、それも古いんだって。最近じゃない？今は何が流行ってんのじゃん。確かに。何が流行ってるの？難しいよ。え、もう古いんだって。本当だ。もう古くないってきてる。え、めっちゃ最近じゃない？ここ内観中だから。古いらしい。そうだけど。マジ？そうなんだ。怖っ。何が流行ってんだろう、うん、何流行ってるんですかじゃあ。しかも結構前かも。え、前感じ。うん。え、あ、ポルポルちゃん出てきた。ポルポルちゃん、うん、なんかわいいよね。アレクサ捨ててが大好きなんだよね。知ってる？何それ。知らない。遡って見てほしい。アレクサ捨てて。なんか私はアレクサになるって言うのよ、うん、ポルポルちゃんが。でだからなんか聞いてみたいな言って、お母さんがアレクサ今日の天気はって言ったら本当のアレクサが反応しちゃったのよ。あ、はいはいはい、どこどこの今日の天気はって言ったらポルポルちゃんがパパパッと出てきて、あのアレクサ嫌いみたいな、アレクサ捨ててみたいな言う動画があんの。かわいい。めっちゃ面白いから見てほしい。ポルポルちゃんアレクサ捨ててで出てこない。出てきそう。アレクサ捨てて。アレクサ捨ててってめっちゃおもろい。その喋り方も面白いの。アレクサになりたい少女、これかな。本当に面白いよ。その時から私は押してるからね。あ、それそれ。
方めっちゃおもろくない？これなんだ。あれか、スタで。かわいい。めっちゃかわいいわ。かわいすぎるんだけど。かわいい、ポロポロちゃん。癒される。本当にかわいい。あと3分だって。やば。早。あっという間だ。何時間でもできるわ、私これ。無理だわ、もう限界だ。無理だわ、もう限界はしんどい。無理だわ、ちょっと限界だわ。ひどい。ハナピーナッツ。なんか言いました。先生ってことでスルーさせていただきます。スルーされました。スルーさせていただきます。じゃあ終わっちゃいますか？なんて言いました？終わりますか？もう。そうですね。楽しかったんですけど。またやりましょうよ。本当にですか？はい。来月もやります？じゃあ。じゃあ来月さん来ていただいて、じゃあショールームやって。あ、そうですね。はい。家行きますね。ぜひ。あ、誕生日プレゼントも買わなきゃ。ザラな。そう。じゃあザラ持ってきていただいて。わかった。本当にマジで今からカートに入れるわ。結構マジでこれ。やばい。オンライン話から一緒に来ようね。うん、わかった。ありがとうございます。でも絶対似合うからね、なっちにも。すごい圧。S でいいのね。本当に S？ S で、じゃあありがとうございます。40% 引きでありがとうございます。はい。ちゃんと 40% の紙は外して送った方がいい？いや、もう聞こえてるんで、貼ったままで大丈夫です。貼ったままでいいですか？はい、もうお家が聞こえてるんで。貼った方がいいのかなっていう、ちょっと気づかいはあるんですけど。貼ったままで大丈夫ですか？あ、もう貼ったままで大丈夫。その袋のままで大丈夫です。わかりました。もう、サプライズとかもないので、聞いてるので。わかりました。はい。じゃあ、貼ったままお渡ししますね。お待ちしております。この後、買っときます。あ、ありがとうございます。はい。じゃあ、順位読む？あ、確かに。じゃあ今私カートに入れとくわ、読んでる間に。オッケー、じゃあ読みまーす。カートに入れてるわ、もうやばいけど。13位が、ワイスズキアットマーク、今日も綺麗なレナちゃんが見えて幸せ、ありがとうございます。そして、12位がイケッチ、ありがとうございます。11位がセルライトさん、ありがとうございます。10位が、カー君アットマーク、レナサホ大好きさん、ありがとうございます。9位が、オレンジの新製品。あ、この人さ、ハッシュタグ、チームなんて、あれ直しの人じゃない？違う？あれ？そう。あ、私のとこにもいた。ありがとうございます。そして、8位、ヒーちゃん、ありがとうございます。7位、ヤベッチアットマーク、今日も好き、デコ出し、飽きないでね。配信ありがとう。飽きないように頑張る。ありがとうございます。6位、ヤマッチアットマーク、あやなん監督の彼女感動画の編集、あ、続編待ってます。確かに。あ、確かに。1回しか撮ってない。なきゃ。ぜひ、あやなんよろしくお願いします。わかりました。ありがとう。そして、5位、つっちアットマーク、れなちゃん、たんおし、かっこ、あやなん好き。お？かっこです。かっこ。かっこです。ありがとうございます。4位、ひでちゃん、ありがとうございます。3位が、3位が、つるるさんかな？ありがとうございます。で、2位が、森井きれなちゃん、ラブ、ありがとうございます。そして、1位が、じっちゃん、頭く、次、いつアップル加藤に会えますか？それは、アップル加藤の気分次第です。ありがとうございます。どうぞ。なんか、あれなんか写真が送られてきた。ね、送った。XS がなくてさ、あ、間違えた。S がなくて。はい。完売してて。で、XS のなんか、サイズガイドみたいなの送ったから。え、怖い。XS でもいけそうか。見といて。ちょっとあの、今、こっちの端末やってるの後で。はい、後で。見ますんで。はい。S 完売でした。大人気じゃん。ね、安いからね。順位読みます。あ、声出なくなっちゃった。ね、順位読みます。13位、まさりんさん。12位、紳士の羊さん。11位、あやなんのくまちゃん。ルナッチ、かわいすぎ。あやなんもかわいいよ。なんか、突き出し感すごいけど、大丈夫そう。10位、ヤマチョス。10位、ヤマチョスさん。9位、こうへいさん。8位、ズッチ、あと、またれなちゃんとの配信よろしく。だって。任せろ。7位、まさと、あと、本当にあやなんの方が年上ですか？
ハッシュタグチームナナさん、違います。はい。違います。6位、あ、待って、順位変わっちゃった。じゃもう一回読んでいい？ 13 位から。どうぞ。13位、紳士の羊さん。12位、カズ、ハッシュタグチームナナ研究生さん。11位、チャンタさん。10位、アイナのクマちゃんさん。9位、マサリンさん。8位、ツッチーさん。7位、マサトさん。6位、じっちゃんさん。5位、オレンジの新製品、ハッシュタグチームナナさん。4位、ウォーターメロンとカプサダンさん。3位、カメタのハッシュタグチームナナさん。2位、ひろゆきハッシュタグチームナナさん。1位が、スズッペアラビモチさんでした。スズッペさん、タワーありがとうございます。イェイ。ありがとうございました。ありがとうございました。切りたくないよ。ま、切りましょう。それでは。切りたくないよ、まだ。それでは、切りましょう。切っちゃうの？またやろう。またね。ファンとアイドルのオンラインお話し会楽しかったよ、だって。公開オンラインお話し会でした。やばい。こういう感じです、私のオンラインお話し会も。だって、いいじゃないですか。まあ、みんなはこんなに長く話せないけどね。いや、うざいファンやん。ただの厄介なファンじゃない。マウント系オタクです。ああ、まさかの。あ、スクショタイムとかいらないですか？うん、確かに。じゃあ、スクショ撮ってもらいましょうくらいですけど、許して。え？ダイヤポーズ。あ、いい感じ。いい感じ？あ、ちっちゃい。あ、もうちょっとこっちで成立してらっしゃる。もはや。大きさとかじゃない。どう？きっと私目つぶってるんだけど、ナッチも注文してくれてるかな。もちろん。本当？してた？あれ？何？今すごい顔してたけど。え、してないよ。あ、本当？してない。当たり前じゃん。ちゃんとこっち向いてやってたよ。だよね。びっくりした。当たり前じゃん、もう。びっくりした。もちろんもちろん。スクショしました？皆さんしてくれましたかね？面白かったって。楽しかった。私も楽しかったです。ありがとう。またやろう。うん、また来月ね。とりあえずじゃあ来月服とバッグを取りに来ていただいて。分かった。届けに行くね、服も。ザだね。ありがとう。うん、サイズ合うか見てね。あ、1万人超えてる。すごい。ありがとう。じゃあ、いい目見てね。バイバーイ。だよ。大好き。ありがとうございました。お時間です。ありがとうございました。バイバイ。大好きだよ。ライブ終了します。さよなら。バイバイ。じゃあね。バイバーイ。おやすみ。